タナーロスシェッパーズは、アメリカ合衆国、カリフォルニア州オレンジ軍、ミッションビエホ出身のプロ野球選手。ウトウミギウチ。2005年の MLB ドラフト29巡目で、ボルチモアオリオールズから指名されたが、この時は入団せずに、カリフォルニア州立大学フレーズの校へ進学した。2008年の MLB ドラフトでは1巡目指名が予想されていたが、ドラフトの 1> 約1ヶ月前に右肩をいため、評価を下げてしまった。結局、2巡目で、ピッツバーグパイレーツから指名を受けるが、契約金の交渉が折り合わず、入団を拒否した。独立リーグのセントポールセインツを経て、翌2009年の MLB ドラフトにエントリー。この時も肩の状態が不安視され、指名を見送る球団が相次いだが、1巡目追放で、テキサスレンジャーズから指名され、 入団した。入団後しばらくして、リリーフに転向した。2012年6月7日の、オークランドアスレチックス戦で、メジャーデビューを果たした。この年は39試合に登板して1勝1敗、1セーブ、防御率4.4530奪三振の成績を、残した。2013年は76試合に登板して6勝2敗、1セーブ、 防御率1.8859奪三振の成績を残した。6月25日の NY アンティース戦では一郎にサヨナラ HR を浴びている。2014年2月17日にレンジャーズと1年契約に合意した。この年はエース格ダルビッシュ優が首痛で離脱していたため開幕投手に抜擢されたが5.0回持たずに7失点と炎上した。 その後の先発登板でも炎上を繰り返し、肘の炎症で故障者リスト入りした。6月に復帰し、リリーフで少し投げたが、炎症を再発させて再度 DL 入りした。これら炎上、故障の影響もあり、8試合に登板し、0勝1敗防御率9.00、ホイップ1.78という成績に終わった。2015年は、リリーフ専業に戻り、42試合に登板した。 4勝を挙げたが、防御率は5.63とかんばしくなかった。また、メジャーデビューから4年連続で6本のホームランを浴びた。2016年2月20日、左膝関節軟骨損傷のため手術が必要となり、初期診断では、オールスターゲームの時期まで休養が必要とされた。29日に60日の故障者リスト入りした。9月6日に復帰した。 長期離脱の影響もあって10試合の登板に止まり、防御率4.151勝1敗、ホイップ1.04という成績だった。なお、マイナーでは、A 級フリスコラフライダーズと、トリプル A 級ラウンドロックエクスプレスで、軽リリーフで6試合、先発で2試合に登板。8.0イニングを6安第1失点という内容に、まとめ上げた。2017年4月15日に40人枠を、 外れる形で、a a a 級ラウンドロックへ配属された。6月19日、再びメジャー契約を結んで、アクティブロースター入りした。8月26日に、パオロエスピーノの加入に伴って、ディーフとなった。8月29日に40人枠から外れる形で、a a a 級ラウンドロックへ配属された。2018年1月15日、千葉ロッテマリーンズが獲得を発表。 背番号は87。3月30日に中継ぎ投手として公式戦に初登板すると、その後もリリーバーとして登板。4月3日のオリックスバファローズ戦で初セーブを記録した。8月23日には来日初先発を務めた。試合は6回1、3を4失点で2敗目を喫したが、井口忠人監督は内容を高く評価した。 9月5日には再び先発を投げ初勝利を挙げたが、最終的にはシーズン25試合に登板し1勝3敗1セーブ、防御率4.54という成績に終わった。清水直行投手コーチは残留を望むコメントを寄せていたが、結局11月20日に対談が発表された。2019年5月27日に、独立リーグアトランティックリーグの ロングアイランドダックスと契約したが、8試合の当番で11失点を喫し、6月22日に解雇となった。最速100マイルパーアワー、平均球速94.0のフォーシームが大半で、変化球は82.3マイルパーアワーのカーブを投げる。2球種がほとんどだが、ごく稀に平均球速89マイルパーアワーのチェンジアップ。 8 6 7マイルパーアワーのスライダーも投げる。パナーシェッパーズに関するカテゴリー。ありがとうございます。